俗説やとか噂やとかそういうものが知ってんと分からへんっていうような。小槌チャンネルにいつも来ていただいてありがとうございます。最近もいろいろと嫌なことがありましてね、うん、皮肉をいろいろ言いたいものですよね、うん、その中でよ皮肉で有名なのが川柳じゃないでしょうか。あ、川柳ね、ええ、まあ日本の詩歌っていうのは、ええ、まあ最初ほれ万葉集なんかで長歌とか、ええ、普通の短歌とか、ね、ええ、だいたい五七五とか、ええ、七五七五とか七七とか言って、ええ、五と七で文句作ると割と日本語は作りやすいんでね。そうですね。歌謡曲でも五七でやったりする。韻を踏んでるって言うんですか、確か。まあ字の形がちょうど言葉と合うんやろな。ええ。それからそういうなんです。ところが日本人はだいたい長いもんより短いものを好むねんな。うん、そうですね。うん、それから最初長歌とかいう短歌とかいうのが万葉集あったけど、結局その中で短歌の五七五七七っていう、うんうん、ね、これが主流になってくるやん、うん、でそれが途中からまあそれはそれでずっと今でも続いてるわけやけども、はい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 、そこから派生して五七五と七七を二人で半分ずつ分けてやるっていうな、これが連歌ですね。連歌な、そういうもんが出てきたりするやん。そうですな。で俳句にしても俳句の最初は、うん、その連歌から派生して、うん、で結局俳諧を連歌風に、俳諧っていうのはもうちょっとその俗な言葉使ったりするわけやけども、それで結局そういうことやってたけど、そのうち五七五だけでな、うん、もうその単独でやるってなことになってくるやん。でそれをもっと今度は五七五でも制約が俳句やったら記号がどうやとか切れ字がどうやとか、ええ、いろいろ規則がうるさいやん、ええ、でそういうものをある程度取っ払って、それからもっとその面白みを主体にする。なるほど。それから軽いとかね、その話がね、それから皮肉を言うたりとかね、うん、風刺やな、なるほど、そういうものを入ったものが面白いというような、そういう一派が出てきて、それがまあ川柳なんやけども、最初の川柳っていうのは前句付け言うて七七を先に台で、例えば怖いこと怖いこととか言って最初に出して、それに五七五で前なんかつけてなるほどと思わすとかね、うんうん、そういうやり方でやってたわけや、うん、なるほど。それから前句付けっていうのが流行って、うん、でそれを結局なんて、日本人はゲーム性が好きやから、そうですな。だから歌の時でも歌合わせ言うて、うん、両方から右と左から歌合わせてどっちが勝ちとか負けとかいうのをやったようなね、うん、それをもっと大掛かりにする。で結局一番良いものを商品出すという格好でね、それからその大会ですね、大会をやるわけよ。でそれは出品料っていうか、うん、その一句出すのに何問とか10問とか登録料みたいなもんですね、15問とかいうのを払うと、うん、そうすると一番ええやつには一貫門とか賞金が出るというようなね、全取りみたいなことしたんですな。そういうのをやりだして、それが流行ったわけや。ほうほう。でその中の一人に川柳って、辛い川柳っていう人が、ね、人名なんですね、うん、これは人の名前なんね。でそれまでまあいろんな人がやってんやけども、この川柳のっていう人が主催してやった会にはね、万句合わせという一万句を皆が寄せて、すごいですね、その中から良いのを選ぼうというようなね、うん、そういう大掛かりな、でまあ最初はそんなないで、ええ、だけどだん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 その人気が出てきて、結局最終的には1万句以上集まったという時期ですね。すごいですね。でこの川柳っていうんだから、自分も川柳読むんか思ったらね、この人はね一生の間に3つしか自分作ってない。逆にその3つが知りたいですね。僕はどれがどれ知らんけどね、で結局この人は何や言うたら、天じゃ言うて、そのどれがええか悪いかを決める、うん、審査員だけですね。審査員や、うん、でそれで結局要するに皆からお金集めて、あと評価にもあったんでしょうね、賞金出して、うん、残りは自分のところに入るわけやからな、それがもう商売だよな。なるほど、うん、でだからその時に入選になったやつだけをすりもんにして、まあ今出た新聞紙の半分ぐらいの大きさのもんによく読める新聞に載ってますわ。そうそう、それをねざーっとね20句とか30句ね書いたやつを吸ってね、うん、でそれは出品した人に配るわけやんと、ええ、うん、そういうのをやってると、その今度そのすりもんがたくさんになってくるやん、うん、ええ、
またその刷り物の中からまたええやつを一冊の本にしようってなことになって、でこれは川柳そのものがやったんだって、川柳の友達かなんかで五稜軒あるべしっていう変わった名前、変わった名前、これはまあ自分の号やけどね、五稜軒いうのは両軒って言うて意見してくれっていうことやな。なるほど、じゃあシャレですね。意見があったら言うてこいっていうような、そういう名前やな。なるほど、五稜軒あるべしっていう人がなんていうの、俳句を柳だる、要するに川柳みたいなもん、川柳みたいなもんやけど、その名前、その本の名前を、柳だるって、要するにそういう樽の中いっぱいそういう投票されたもんが入ってくる中から集めたもんやという意味なんやと思うんだけど、おそらく川柳と柳をかけて柳杯で言いたかったんでしょうか。ほんで結局その当時は川柳って言わんと万句合わせとか京句、って記事が京句、の京ね、京句とか言うてたんやけども、その川柳っていう人がやったことがものすごい代表的な天者やったから、で明治になってから結局そういうなんの、その研究者がいっぱい出てきたところで、そういうものを今まで教区って言ってたけども川柳って言った方がいいやろっていうようなことで川柳ってなって、ああそうなんですね。ほんで川柳っていうものは最初はもうその俗なもんやから、その研究なんていう人は誰もなかったんやけども、その大正時分ぐらいからもうそれの研究がものすごい流行りだしたよ。なるほど、落語に近いもんがありますな。でまたね、分かりにくいもんがいっぱいあるわけ、その当時の俗説やとか、噂やとか、そういうものが知ってんと分からへんっていうような句がいっぱいあってね。そうでしょうね。だからそれをこの皆がそのああでもないこうでもないですけど、一人でその解説する、宮崎骸骨なんかもそういうようなことで、こうやないかって自分でそういう雑誌作ったりしてんやけども、だけども川柳は大体あんまり一人でやってもとんちんかんな答えが多いんです。ほんでさ、から輪行いてね、何人か集まってね、で誰かが、こうではないですかという解説するやん。ほんとはあそこ違う、ここ違う、あそれは合うてるやろと思うとかね、みんながわーわーというっていうやり方で研究が進んでいったよな。なるほどね。ほんでそういうなんでやってるうちに自分らも作りとなるっていうようなことやな。その昔の川柳 の、 研究っていうのはもうとにかくその江戸時代の文芸を研究するという意味で、純然たる人の作ったものの研究やったんやけど、そのうちそういうのを作ろうという人もいっぱい出てきて、なるほど、で現代の川柳、になってきてるわけ。つまり二度ブームになってるんですね。そうで、最近は結構またちょっとブームみたいなところ、ブームというかね、新聞に毎日載ってるんで、アホみたいにありますね。それからもう完全にその俳句やらと肩並べてね、正直俳句より川柳の方が強いんじゃないですか今は。やりやすいからね。漫画の主ヒロインにもなってましたね。だからそういう意味では昔はどっちかというと川柳っていうのはバカにされたわけやけども、落語みたいなもんでしょそこは、そういう卑俗なもんはな、大したことないっていうような考え方やったけども、まあいろんな考え、特にこう政治やらややこしになると皮肉も言うてみたなり、嫌も言うてみたなり、で気の利いたことが簡単にできるのが素晴らしい。そういうことやね。だからみんな川柳って言うたら、あ人の名前やっていうのをあんまり思ってないですね、というのと、それから川柳っていう人のこと知ってても、川柳っていうのは当然川柳の作者やと思いますよね。思ってるわな。そこら辺がちょっとみんなが思ってるとことはちょっと違う。スポンサー川柳みたいなもんでしょ、お金出すんで。お金出すとお金集めて、イベントの企画者って感じですね。そういうね、だけどもそんなその一万も中からよらんならんやから大変は大変。選んで品評してからでしょ、これこういうものだと。いや品評がないね、ただどれがええっていうのをええもんで選ぶだけ、ずるずるっとそのすりもんにするだけやから、それからなんでこれがええんか後の人が分からんから、だから研究者が大変なんだ。研究者がいっぱい出てきて大変なわけや。それ当時批判でんかったんでしょうかね。そうなの。ほんで それをね、取り次ぐ、その例えば直接送ってくるんじゃなしにね、各地に言うたら支部みたいなものがあるわけやな。全国にいっぱいあるからね。そういう人の仲間連中がたくさんおるとこのね、何々連っていう、連っていう、あれでも阿波踊りでも連っていう連中っていうことやな。それから浅草やったら浅草の連中やったら浅草連とか。なるほど、ほんとそういうなとこが集めて、それでここへ川柳のとこ送るわけや。
そうすると作者の名前が出ることもあるけども、うん、作者の名前はなしにその浅草連と浅草連っていう名前でグループの名前でそれがほんと自分のところが多かったとか、うん、ね、だから基本的には、まあ、賞金もあれやけども、うん、その自分らのが勝った負けたっていう、ね、名誉ですね、そういう名誉がものすごく、うん、でそれが現代になってくると、うん、政治世相を皮肉るようになってくるわけですね。そうだから当時でももちろん政治世相も皮肉るけども、うん、当時は逆にそのなんていうの色ごとのねバレークですね、いわゆるバレークバレークっていうね言うたりね、そういうもんもバレークなんていうのは特に分かりにくいわけや、うんうん、バレークはね、うん、だからそういうなんの解説を誰かがせないかんっていう格好でより集まって、うん、最近いろんなチャンネルでやってる人います、うん、だからそれを大正時分なんかに国文学者やとかそういうもんが、うん、そういうのに関心持って、うん、だんだんやる範囲が狭まってくるわけやから、そういうもんにも関心持ったわけだな、うん、まあそんなんで川柳っていうのはそういうもんです。なるほど。私は別に川柳は作りませんから、うん、なるほど、うん、まあ読むばっかりで、ね、まあ大体俳句家庭一応俳句部におったけどもあんまり作らへんだし人の読むばっかりやけどねまあなるほど、はい、ありがとうございました、はい、まあ川柳もですね、そういう二度の進化があったようで面白い話があります、うん、じゃあ僕もちょっと川柳を読んでみようと思います。いや、また頑張って。そうですね、うん、コロナうざテドロスたちも消えてまえ、どうでしょう、これ。いや、時代を考えた。私はさっきから川柳のような天じゃとちゃうから、うん、そうですか。いいか悪いか分かる、皆さんも世相に対する文句言いたいことあったら川柳読んでみてくださいコメント欄に下に書いてくれたら嬉しいところです。皆様見ていただいてありがとうございました。面白いのがあったらね、うん、私たちが評価します、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。